二北市立衛兵高級中学英枠は台湾二北市の区。台北市中心地へ向かう通勤人口を多数抱えており、台湾で最も人口密度の高い地域として知られる。英枠は台北市の西南に位置する。北は新見世系という川を隔てて台北市万月区、中西区、文山区と接し、南は二北市中核区と隣接する。面積は 約5.71平方キロメートル。川を隔てた台北市とは中西橋、福和橋、A 福橋という三つの橋と、台北都市宇中和線により連絡されている。新代の後期年間に、昭州より大量の移民が台湾に流入し、大家老は、泉州人の活動拠点となった。1709年、福建の陳頼明が、新見世家を渡り系南地区の開発に着手。 その結果1721年には、英和地区が文献に、板橋十三層の名称で登場している。1920年、台北州宮間郡中華省に属するようになった。1949年の英和地区は中和郷に属していたが、1958年に英和地として独立、さらに人口増加に伴って、1979年には、研究史に、 昇格、2010年12月25日に、台北県が、日田市に改変されたことに伴い、英和区に改変され現在に至る。中和からの分離後も密接な関係が続いているため、両地域はまとめて、総和と呼ばれている。区長に日田市立長系国民小学、田道里公園台湾の中でも著名な、 観光夜市の一つである落海夜市は、英和区で、最も熱気のある地域である。英和区は著名な東山発祥の地として知られ、東山店が多いことでも知られている。特に、英和路二段にある、新世界東山大王という店は、東山店の元祖として台湾のみならず、台湾外の家境にも知られている。現在、英和は、東山の代名詞となり、台湾内外の東山店に、 映画の名を冠す店も多い。ありがとうございます。